さ、はい、あれめっちゃ滑りやすいんだけど。あれ何これ。あ、そうですか。これか、太くて長い板。え、さあ、出会ってしまったかもしれませんね。小笠かオルカ163センチを乗りました。え、こんな感じです。こんだけ違う、レンタルみたいな。それは太いわ、太いわ。さあ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 、そうそうそう、ヨルさん、はい、さて、ちょっと聞いてみよう。ここはちょっとね、オルカ、オルカの、はい、オルカちょっとですね、はい、オルカ、はい、これね、太いモデルですよね。この説明はあれですね、まあ、太いモデルと太くて、あのワイドボードで、まあ、足大きい人に。ちなみに小室さん、足のサイズいくつですか？ 27.5 です。 27.5 でも全然平気という感じで、ほらしっかりかかともね、パッとですね、こういう感じで。ちょっと先にこんなもん、はい、ですけどね、はい、これは柔らかい、硬くはないっていう感じです。柔らかいペニャクニャクはそうでもなくて、長さが163なんで、ウニョンさんの体重でもきっとちょうどいいぐらいになるんじゃなかろうかと。まあ、もともとが、ね、サイズ感が、ね、160、163、166なので、まあ大柄な人のための板といった感じですね。 4L の板ですね、 4L。 足です、はい、4E でしたから。なんかありがとうございます。そうです、とでかい、はい、そうです。大きいサイズの板ということで、ちょっとこれ乗ってみましょうか。はい。重いからこうターンするとき大変なんだ。そうなんです、ね、これは大変やん。これ切り替え大変ですよね、うん、ただ乗っていく感じどうですか？あ、まあ、安心感は全然違う、うん、さあどっちを取るかっていうことなんです。え、だからこの長さで、うん、遅いのを乗ってみればまた違うとは思うんですけども、はい、あのこれは柔らかいじゃないですか、うん、結構でこれが細くて硬かったりとかっていうのでまた変わってくると思うので。あ、なるほど。長さで今安定感ある、ちょっと太さで安定感あるんで、返しがやっぱり絶対遅いじゃないですか、はい、それが、まあ、板の違いというか、まあ、太い板がこういう感じ。そうだ、もう変わるときは重いもんですよね。全然こう重いって思う。それが普通です。あ、そうだ、反動が遅いんで、やっぱりすぐには返ってこない。さあ、掘るか、はい、163、長くて太い板、さあ、どうでしたか？え、いい、お、いい、何がいいかは、ぶっちゃけ言ったら分かんないけど、さっきの、うん、バインだけ変えた時と今降りた時と怖さが違う感じかな、うん、っていうの、わかります？そういうことです。安定感、そうそうそう、ね、あ、そういうことですね。不安感がないと。そう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 、これ雪が変わったから。いや、違いますね。変わってない。違いますね、全然変わってないですね。むしろ荒れてきましたね、さらに。あ、そう、なくてもボコボコです。あ、そう、はい、え、でも見てたらさ、なんていうかなりましたね。ですよね。ただターンした時の切り返しが遅いですね、はいはい、あ、それはわかります。重いですよね。重いですよね、はい、ということですね、うん、ただ滑ってる間の安心感というか、うん、立ちやすさ、そう、あのこけないかなっていう、あのガガ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 違うな、ガタガタしにくい、おお、
ってます、ね、合ってますね。合ってますね。ますね。その感覚でいいですよ。その、そんな感じの感じがする。感じがする。もう、感じたままを。ような気のせいかもしれない。気のせい？いや、明らかに安定して滑ってます。ですよね。はい。なので、もう少しね、スピード出してもいいと思います。あ、そうなんですか。ただ、切り返しの時だけ、板がすぐには返ってこないから逆エッジにならないように、はい。もうちょっと先に。そう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 。横しょっていう感じをもっと、エッジを切り替えるぞっていう。分かる。しっかりやってやれば安全だと思います。やれるだけ。はい。そこを気をつければ、もう安定感抜群になる。乗りやすいはずです。はい。いたですね。